はい国交省の事故調査官はこちら根室の花咲港にある落石漁協の事務所で当時、KA‐ 丸と連絡を取り合っていた漁船の船長から聞き取りを行いました,、A、た事故調査官による根室での調査はおよそ2時間に及び仲間の船の船長からは当時の海の状況や KA‐ 丸の経齢船長と連絡を取り合ったやり取りについて聞き取りを行ったということです 根室での調査は明日も行われます。漁船の船長さんからお話を、当時のですね状況などを一応聞かせていただきました。最後にやり取りをした漁船の船長からも話したいとか、ね。えっと聞きたいと思ってますが、またちょっとそこはあのー、調整した上で聞こうかなと思ってます。 そして転覆した KA‐ 丸では今日も潜水士による捜索が行われましたが残り7人は見つかっていません兄と老いが行方不明になっている根室市に住む滝川力美さんは魚を求めて中型船でも無理をして航海まで行ってしまったのではないかと悔しさをにじましています 昨日、心肺停止の状態で見つかった男性の乗組員は、海保の巡視船であす昼ごろ、こちら根室の花咲港に戻る予定です。